激しいリバウンド争いバスケットボールにおけるリバウンドとはシュートされたボールがゴールしなかった時の状態のことで選手の誰かに触れるかアウトオブバウンズになるまで状態が継続するまたはリバウンドという状態にあるボールを掴み取るあるいは味方にティップすることによってボールを獲得するプレーである攻撃側が獲得したリバウンドをオフェンスリバウンド 守備側が獲得したリバウンドをディフェンスリバウンドと呼ぶ。本校ではプレーの意味としてのリバウンドを説明する。リバウンドはバスケットボールにおいて最も重要な技術の一つであり、その技術が高いためにスカウトされる選手も少なくない。リバウンドに強い選手がいると常に相手から先手を取ることができ、自チームも思い切りのいいシュートができるからである。 リバウンドを取るために相手を制し、有利なポジションを取る行動を、スクリーンアウト、または、ボックスアウトという。バイオレーションの3秒ルールにより、オフェンス側の選手は、ゴール下に長く留まることができず、フォワードやセンターの選手は、ゴールに背を向けて、ディフェンスの選手を背負ってプレーしていることが多いので、よりゴールに近い位置でポジションを取ることができるディフェンスの選手が有利だとされている。 失点を防ぎ、得点する機会を増やすプレーのため、4点分の働きと言われることがある。身長や腕の長さでの大きさ、ジャンプ力が大きな強みとなるが、相手に対してのポジション取りとボックスアウトへの素早い動き、ミスショットのバウンドする位置を判断する能力も大いに影響する。以下の場合に、ルール違反となり、ペナルティが課される。ありがとうございます。